それでは次のご依頼に行きましょう。はい、次の方は大阪市の方で板倉ひろ子さん、41歳の主婦の方です。探偵ナイトスクープの皆さん、こんばんは。こんばんは。今回は私自身のことで依頼させていただきました。はい、私は何の取り柄も特技もない、今年で42歳になる普通のおばちゃんです。そんな私のことを家族の皆はこう言います。ほんまにおかんはこれといった決め手がなく、何か中途半端なキャラやな。はっきり言って悔しいのです。うん、私に何かこれといった決め手ができないのか。実は最近、うちの中3の次男が半年前からブレイクダンスに興味を持ち出し、その中でも足を振り回し背中だけで床をくるくる回るウィンドミルの技にの練習にハマっています。はい、我流ですがそれなりに形にはなっています。そこで私は考えました。このウィンドミルを私も特技にできないかと。そしていつも私をバカにしている息子とウィンドミルの対決をして息子に勝つことができないだろうか。おかんでも練習すれば何でもできるんや、だからあんたらも頑張れやと家族の皆を見返してやりたいのです。ウィンドミルができるようになるまでどれくらい時間がかかるか分かりませんが、次男が間もなく高校入試なので、それまでに決着をつけたいのです。探偵さん、こんな私のお願いに協力していただけないでしょうか、ということで。おいくつでしたかね。42歳ですね。はい、あ、ウィンドミル、はい、林先生はウィンドミルあんましませんけど、ね、あの普通すぐできるもんじゃないんでしょ。もうウィンドミルって、いやいや、できないです、できないです。え、嘘、ブレイクダンスもできません。もウィンドミルってご存知ですか。僕は分からない。昔だ、風見慎吾さんがなんかやってたじゃないですか。涙のテイカーチャンス。そうそう、この後にこう入ってグーって回って背中でぐるぐるぐるって回るやつ。 あれを41歳のお母さんがやりたいって言うんですよ。今のブレイクダンス界っていうのは大体25ぐらいまででも引退されるんですって。へえ、そんな早いんですか。はい、それぐらい早いんで、かなり厳しいんじゃないかということで。でも、やっぱりね、普通のおばちゃんと中途半端言われてますから、42歳お母さん、頑張ってまいりました。はい、はい、ご覧ください、どうぞ。さあ、というわけで依頼者の板倉さんです。よろしくお願いします。そんなズーズーしいというか、ついにこの親をバカにするようになったんですか。すごいバカにされてて、もうただの飯炊きババアになってるんですよ。まあ確かに中年になってきてどんくさくもなってるし、体も動けへんけども、なんかウィンドミルがどうたらこうたらって言って、ウィンドミルとかって言ったら、ああもうそんなの関係ない関係ないみたいな、もうおばさんにはそんなの関係ないねみたいな、ないがしろにされて、でここでそんな練習して大変なことをペーってやったらすごいんちゃう、あんたお母さんのこと偉いと思えへんみたいな。ケン君をギャフンと言わしたいの。言わしたいですね。判定は誰、僕らがするの。見ててわかるでしょ。いや、家族にやっぱり認めてもらわんと。あ、奈々ちゃんとかが見たらええってことですか。そうですね、奈々とか、だからあの巻いてない長男とかも、あれもバカにしてますからね、私のこと。え、家族中ですか、息子さん、旦那さんは。旦那もそうですね。どうなん、そんなにバカにされてるんですか、家で。まあそうですね、結構、そうそう、僕家族はバカにしてる。ウィンドミルをちょっと見せてもらおうな。ケン君のウィンドミルを、え、ここじゃ無理なの。ちょっと狭い。狭いんだ。さあ、マンションの集会場をお借りできました。ありがとうございます。さあ、それ早速ウィンドミルを、はい、ウォーミングアップ。おお、おー、立てる、立てるわ。え、チャレンジしたことあるんですか。あの布団の上でコロッてはしたけど、それはチャレンジっていうんじゃなくって、こう回るんやろっていう。なんか虫がひっくり返ったみたいな。もう無理ですわ。ねえ、もう無理やわ。本気で戦いたいですか。戦いたいです。何で戦いたいですか。ウィンドミルです。やります。そして次男兼あなたに勝ちます。言いました。先行き不安でございますが。いや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 。ああ、これやってる、これやってる、これ、これ、これ、おお、あれちゃうの。あれあれあれ。あれやろ。すいません、あ、どうも、はじめまして。あ、すいません、ナイトスクープの探偵の石田と申します。はい、あのさっきね、ちょっとウィンドミルがやりたいんです。ウィンドミルはどれくらいわかりました、できるの。僕は高校の時に独学で3ヶ月。ほら、3ヶ月やつ。練習はどれだけやるかなんですよ。そのやっぱりできへんからすぐもう諦めてしまう技なんで、どれだけその息子に勝ちたいと思うかです。
ウィンドミルはできますか。はい、オールだけだ。今ここでウィンドミルできます。あ、はい。ちなみにウィンドミルするのはどれくらいかかりました。私は3ヶ月かよ、どのぐらいかかる。3ヶ月や。運動神経ってやっぱりいい方ですよ。私タイプ5ですけど。あ、やっぱり今まで運動経験のない41歳のお母さんが今からウィンドミルを始めます。できると思いますか。わからへん。お母さん、お母さん、今の見てできると思いますか。もうすごい頑張ってください。日本のダンスシーンでは常に上位で世界大会出場経験ありでございます。ブレイクダンサーの中で知らないものはいません。エアリアルの皆さんです。どうも、おはようございます。何ちょっとすごいでしょ。ごめん、パッと見まだ小汚い集団みたいに見えますか。うわ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 、重要なところですね、はい、ちょっとアウターになりますけど。あ、全然そんなことは頑張って乗り越えます、はい、とりあえず基礎のブレイクダンスの基礎の動きを、はい、こういうとは呼ばれるものなんですけど、左足を右斜め前に、これで1、この時にちょっと腰を落とさないように、で、2で、この左足の膝の裏の右足を2で、3で、この左足を前から後ろにで、ここから4で、右足を前に回してきて、真ん中まで来たところで体重移動してから、かける。次はもう右手上げてもらって、この時腰を、そうそう、腰が落ちるとしんどいんですか、逆に。はい、ああ。三、四、五、四、はい。で、五。おお、いい感じですね。おお。お。いや、僕素人目に見て形になってきてるよ。いけていきますか。ちょっと一回チェアを。チェア。チェア。肘を乗せて、乗せて、でそのまま頭の遠くについて、で、あっちを、おーおーおー、腰、もうちょっとやる。いや、もう、頭は腰を上げる感じですね。腰を上げる感じですね。もうちょっとやる。よく受けた。右足を後ろに反る感じ。おお、できたやん、自分すごいな。できましたね。でも1日でここまでできる人いないです。うちの生徒といないです。すごいいい感じだと思いますよ。
れから10日経ちました、はい、いよいよ試合当日でございます、はい、さあ試合会場はこちらマンションの集会場です。いいよ、よしお願いします、お父さん、お兄ちゃん、妹さん、審査の方よろしくお願いします、はい、お母さんをずっと見守ってきたエアリアルの皆さんです。どうでしたこの10日間のお母さんの頑張りは。本当正直な意見、最初こうウィンドミルやりたいって言って、はい、親にもし教えてるって考えたら、うん、正直やってほしくないっていうぐらい、あそれが過酷な技なんですよ。危ないし、はい、なんか頑張ってって思う反面、うん、頑張りすぎないでっていう、ね、無理しないでと、はい、でもそれでも本当やりたいっていうのが伝わってきたんで、先行は健吾で高校がお母さんで、それではお母さん VS 健くんダンスバトルです。ミュージックスタート。最初の形に入れないんですよ。お父さんが腰痛ベルト借りて今マイクですけどやっぱり無理です。情けないですけど、万全の体勢で見たかったね。判定はこちら。あ、お母さんケンケン、それはもう僕は嫁さんにやっぱり一票入れたいですね。あ、はい、嫁さんの体があんなあざになってしまってなってことにと、同情してしまってね。なるほど、はい、まあ、でも今ここでもできなかったんですけど、続けて練習していってできるようになるまでちょっとやってみようと思ってるんですけど。あ、やるの。はい、いや、もうみんなでできるようになってほしい。あ、そう、共演で。もうあ、ちょっとね、なんだよね。でもほんまに難しいんですよ、過去の、あのエアリアルの皆さん、ずっとあの後ね、一緒になってお母さんと練習手伝ってくれたんですけども、あの頃はでもやっぱりウィンドミルするのは3ヶ月かかってるんですよ。だろうね。それも自分らでやって、それをお母さんは10日間でなんとかって、まあ、一番心配したのはやっぱり旦那さんでしたね。ものすごい寂しそうな目で、ただやっぱりいい夫婦だなということです。もう立派な個性ですよ、あのね、いいお母さんじゃん。